3週連続笠木行くとこないもんだって、しょうがない。来週奥琵琶湖行こうかなと思いますけどね。さあ、そしたら今日はドッグドームプロロボ6、これ貼っていきたいと思います。全部で5本ですね。さあ、これをハスカイに組んでいけばいいはず。ではやっていきます。ハスカイに1,2,3,4 ですね。よし、ほい、できた。できた。まだインナーとか釣っていかなあかんけどね。こんな感じかな。いいんじゃね。よくて当たり前。これで悪かったらブチ切れるわ。いいっすよ、やっぱり。まあ、フライもあるから、うん。三層構造になるのかな。あるけど、私頭当たるで。180設定でしょこれ。180設定のはずやねんけどな。私そんなでかくないんやけど。当たりますか。専用のグランドシート、シールド。こういうところはさすがやね。ようできとるわ、ちゃんと。な、きれいに。風通しもいい。さあ、そしたら、インナーテントを吊り下げていきたいと思います。狭いけどな。でも中はめっちゃ広いっすよ。
3メーター3メーターのシートなんですけどね、ぴったりぐらいですね。さすが中3ありますわ、でかい。じゃあ寝床作っていきます。はい、それではね、シールドの方をつけていきたいと思います。うん、いいよ、シールドだったら四つ湯はしのげるしね。よし、こんな感じかな。快適快適。アップライトポールこんな感じですね。まあいいんちゃう、その前室で煮炊きすれば。ここで今日はジベタリアンですね。全室が狭く感じる。すごい、なんか前張り出してる分さ、ここあんまりこう突起してるからさ、そこが全部かぶっちゃうので、すごい狭い。そうか、こうなるか。さあ、そしたらもうちょっとやってワンズ下ろしたいと思います。
よし、なんかみんなくたばっとるわ。よし、こんな感じですわ。はい、今日はククサを忘れました。結局クサ持ってくの忘れたわ。なのでシェラカップで行きます。よし、それでお茶いただきます。あー、美味しい。どうしようかな。まあとりあえずシェラカップのショート代は持ってきてるからなんとかなると思います。ほいで、今日のメインはこれ。カツで買ってそのまま持ってきたよ。ご飯3合炊きなんですけどね。よいしょ、みすゞのご飯鍋、土鍋ですね。これ3合炊き一応買ってみたんですけどね、これで超おいしいご飯を炊こうかなと思って、しっかりしますよ。結構大きいんですよね。なのでこれの1合炊きもちょっと買いましたけどね。とりあえずこれで3合炊きいけるかな。でこれでこんな感じ。さあこれで2合炊こうかなと思ってるんで、水漬けが30分終わったので、どう、真っ白なタッシュ、これでご飯を炊いていきたいと思います。初めてやからね、どうしできるかな、ちゃんと。よし、すげえ。本当はこれ3合炊きやからな。でもよっ、さあこれがどうと見える、こんな感じ。さあこれがどううまいこと炊けるかな。水400-420ぐらいにしようかな。さあうまいこと炊けるかね。では閉館。ただご飯を炊くだけやからね、最高のご飯を炊きたいなと思うだけで。よし、では行きます。よいしょ。さあうまいこと炊けるかな。はじめちょろちょろ中パッパ。赤子泣いても蓋取るな。よし、昔の人はうまいこと炊いたんやろうな、多分。まあいつもアルミの鍋で炊いてるから、まあ一緒のようなもんやと思うけど、ええ感じで。どうやろうな、真っ黒なってるけど。よし、いいね。今日のメインはご飯やからね。多分炊けたと思う。ちょっと見てみようか。多分これでいけてると思う。あと蒸らしで いけるんちゃうかな。しゃ、ご飯のお供はというとちゃんじゃかな。美味しそうでしょ。これ本場の大阪の鶴橋のちゃんじゃですわ。美味しいよ、めちゃめちゃうまいよ。と骨付きウインナー、これ焼いて食べようかな。はい、それではね、炊けたと思うので蓋オープン。な、どうこれ、どうちょっと待ってや。よいしょ、どうこれ、よっ、ない米が、ほら、うわ、ボケた。水準無理なんや。うわー、すげー、綺麗に炊けたわ。ほら、素晴らしいですね。
美味しい、最高ですね。最高。ちょっといただきます。うん、甘い。いただきます。うん、コリコリうめえ。めちゃめちゃ美味しいっすわ。うまいっすね。ほんとこんだけ結構きついな。2合ってすごい量やな。いくらご飯のお供が美味しくても2合はきついな。もうちょっと頑張ろう。食べるで。はい、食べましたけど、ご飯は1合で十分ですね。ごちそうさま。全部食べました。食べたよ。しんどい。食えるけど、もう最後も無理やりやん。いや、美味しかったですけどね。いいご飯やと思う。やっぱふっくらほっこり炊けますね。で、お焦げも出なかったね、全然。もっと出るかなと思ったけど、焦げつかなかったもんね。下は海苔みたいになってますけどね。うん。火加減がバッチリだったかもね。焦げる寸前ぐらいで見極めて、おろして蒸らしやからね、なんとかいけましたわ。はい、そしたらちょっとしたら片付けたいと思います。ごちそうさまでした。ぷゆ。今日はダメっすわ。難民キャンプ状態。平日やで。もうええわ、カサギ。他のとこ行きたい。さあ、もうちょっと焚き火して寝ましょうかね。もうやることもないし。しっかり雨っすね。最低。めっちゃ降った。降ってる。めっちゃ降ってるやん。こんな感じ。涼しいのは涼しくていいですけどね。はい、おはようございます。そろそろ片付けていってます。今何時ぐらいやろな。7時半ぐらいですかね、朝の。間口が狭いから物が出えへん。結構厳しいな。よいしょ。一応出ました。どうにもならんので、家帰ってもか乾かします。では、はい、綺麗に片付けました。それでは皆さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。やっと喋れる。鬱陶しい。もう今8時45分。8時45分やで、朝の。もう帰ってんねんで。すげえな。もう暑さと雨とイライラでもうどうにもならんかった。もういるのが大苦痛やった。
もう笠木こうへん、もういや、しんどい、疲れた。難民キャンプ状態やからもうめちゃめちゃしんどかったですわ。さあ、そしたら、気をつけて帰りたいと思います。はい、皆様お疲れ様でした。はいよ。おまけあのね、もうあの難民キャンプ状態で、あの散歩すらできひんかったからね、とりあえずかわいそうやから先にドッグラン連れてきました。よいしょ。さあ、ちょっと遊ばせますわ。何もできへん、あんなに人多かったら。今もずっとテントの中やし、雨は降ってるし、外には出れへんし、うん、かわいそうかわいそう。もうご褒美やご褒美。ここおいで。楽しそうでいいわ、よかった。今回これおまけで入れますね。ただいま、とりあえず下ろした。それでこれ今から干さないと、全部ここに広げるぞ。さあ、全然終わらない。さあ、頑張んで。しんど、とりあえず広げた。こんな感じ。いやー、大変だで。晴れでよかった今日は。さあ、乾くまで待ちます。はい、本当にお疲れさんでした。